の高橋優衣です。私は今回このスザンナ役を初めて演じさせていただきますが、フィガロと結婚するべく奔走するスザンナを一生懸命演じたいと思います。マエストロはすごく気さくな方で、音楽に対してもすごくこう情熱的な方だなっていうのがまず第一印象なんですが、歌も印象的だったのが舞台の上で生きてくださいっていうふうにおっしゃってました。その役を演じるというよりかはその役を生きるっていうことをおっしゃっていて、それがすごく印象に残っております。私は去年7月の魔笛の公演で亞門さんと初めてご一緒させていただいて、今度はフィガロの結婚が2度目なんですが、亞門さんはすごくこう歌手の考えていることとか意思をすごく尊重してくださって、最初にお会いした時も質問があったらどんどん聞いてください、何でも答えますよっていうふうにおっしゃってくださって、亞門さんとこうディスカッションしながら舞台を一緒に作り上げたなという思い出が残っています。フィガロの結婚は序曲がとっても有名ですし、あとはいろいろな登場人物が歌うアリアも聞いたことあるなっていう曲がたくさん入っています。きっと誰か一人でも二人でも、あ、この人に共感できるなとか、そういう登場人物が見つかるんじゃないかなと思っています。初めてオペラを見る方でも楽しんでいただける演目だと思います。ぜひ見にいらしてください。